悩んでる人の特徴。悩んでる人はその出来事自体を変えないと自分は幸せになれないって勝手に決めつけている。この出来事、夫が、妻が、子供が、上司が、親が、部下が、その会社が、でもその出来事が変わらないと本当に幸せになれないでしょうか。百人一首の中に、背を早み言わんせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞ思う、恋の歌ですよね。水は岩に裂かれても、じゃあ岩をどけようじゃなくて、私たちが流れていきましょう。そうやって水のようにおおらかに雄大に柔軟に生きる術をあなたも学んだ方がいいかもしれない。水は四角に入れと四角に、丸にと丸に、形にこだわらない。そして水は蒸発すると気体にもなるし、そして液体でもある。そして凍ると固体にもなる。でもその本質は何も変わらない。水らしく生きている。あなたももっとさらっと柔軟に流れていってみたらどうかな。子供たちに何を言ってもダメ、何を伝えたってあの子たちは変わらない。親御さん、子供たちを諦めてます？僕は教育っていうのは消えていく雪だと思ってるんです。どういう意味かっていうと、雪が降りますよね。路面に当たる、消えていきます。結果はすぐ出ないです。でも消えていく雪たちが次の美しい雪景色の準備をして路面を冷やしてるんです。それと同じ、今一生懸命親御さんが伝えている言葉、全然結果が出ないように見える。でも諦めないでほしいんです。確実に子供たちに雪が積もる準備をしてるっていうことです。心の中にいっぱい降り積もってますよ。僕も子供の時そうでした。大人たちが言ってることが意味わかんない、何言ってんのと思っていた。でも自分が大人になって、初めてその立場になって、すごく大切なことを語ってくれてたんだなと今心から感謝してます。だから今あなたたちがやってることは無駄ではない。やがて雪景色になるための準備をしてると信じてください。保育園で飼っていた小鳥が死んだ。先生が土を掘って小鳥を埋めようとすると、天使のような美しい顔をした園児が来て、何してるの、ゴミ箱に捨てたらいいのに。これはショックでした。先生、どうしてゴミ箱に捨てたりするの？だってうちのお母さん、うちの小鳥が死んだ時ゴミ箱に捨てたよ。そう、この子は悪くない。お母さんのした姿を見ただけ。まさに時短社会、効率重視のこの時代、小鳥の死体を目の前からいなくさせるには、土を掘るよりもゴミ箱に捨てた方が早い。でもね、僕らはその非効率的な中にこそ人間性が宿るんじゃないかなって思うんです。確かに無駄と思えば生きてることなんか無駄、恋愛したってどうせ分かるんだから無駄。そうやって生きている人、小鳥が死んだ時にやっぱりゴミ箱に捨てますか？僕たちはその無駄の中に愛があると思います。この YouTube だって無駄。そっか、僕はその無駄が大好きなんですよね。大切な人と別れて辛いんだって。それはね、君が幸せであった証拠でもあるんだ。星の王子様で狐がこう言った。僕にとって君は単なる少年の中の一人でしかない。だから君が突然この瞬間君がいなくなっても、僕には心も痛まないし何も感じないんだ。でも僕たちが友達になるとね、僕にとって君は大切な少年になってしまう。そして君にとっても僕は単なるたくさんの狐の一匹ではなくて、この世界の中で大切な一匹になってしまう。それが愛するってことなんだ。君が星に残していたバラが気になってしょうがないのは、それだけそのバラと過ごした時間がとっても幸せで優しい時間だったってことだよね。もしあなたが人生で今悲しみに覆われているなら、その前にたくさん幸せな時間があった。幸せなものだけが悲しみを味わうことができると哲学者言った。そのことを忘れないで。あなたは幸せになっていいんですよ。人間は一人一人幸せに耐えられるレベルが違うと言われています。わがままに育った人がちょっとした不自由に耐えられなくなるように、子供の時に幸せでなかった人は大きな幸せが来ると自分は耐えられないと自分の限界を決めてしまったんです。いいですか。だから幸せになるとこんなことが続くわけがない、きっとうまくいかないに違いないと、そうやってモヤモヤした気分になるのは要注意です。そうやって危険信号が飛び降り始めると、自分で自分の幸せのレベルを下げようとします。だから恋人に意味のなく喧嘩を吹っかけたり、浮気をしてみたり、大切な関係を壊してしまうんですね。だから人気絶頂のアーティストが、スターが
最高の時に自分で命を絶つ場合がありますよね。これもその心理かもしれません。あなたがもし不安に感じた時にはいいですか、あなたは幸せになれるしなっていいんですよ。